あ、どうも、かねちんです。結局この世で一番うまい食べ物は深夜に食うカップ焼きそばですよね。お湯を入れてからたった3分でできるし、特にこの背徳的なソースがの特にこのソースがまずで、こちら側のどこからでも切れますって書いてあるやん。え、その言葉は嘘だったの？というわけで今回はこちら側のどこからでも切れますを 100% 切れるようにする装置を作っていきたいと思います。 3D プリンターを使ってパーツを作りました。これにカッターの方100枚接着していきます。できました。では早速こちら側のどこからでも切れるようにしていきたいと思います。ソースをセット、1個蓋で押さえ込みます。セッティングができました。見えるかな、奥にソースの袋がいるの。牢屋に入れられた死を待つだけの囚人のようです。じゃあ行ってみましょうか。大丈夫かな、俺怪我しない。いきます。3、2、1、せーの。おお、めっちゃ気持ちよかった今。いけてるんじゃない。もう完全にぴったんこになってる。これもう合いそうな感じになってる。開けてみます。開けれるか。ない。あ、こっちにくっついてなんか、すごいことになってる。すごいことになってるわ。なんか、わかるかな？もうね、歯がこう、めっちゃぶっ刺さってるの。こちら側に切れ目がすごい入ってる。怖い。あ、いいね。うわ、すごい。すごい。めっちゃ切れ込み入ってる。見えるかな？ほら、すごくない？めっちゃ切れ込み入った。うわぁ、ここもめっちゃ入ってる。あ、上はなんかちょっとあれか。入ってたことにしましょう。はい。ここほらもう、絶対こちら側のどこからでも切れるよ、これ。やったー。やっと焼きそばが食える。ほらもう、切れ放題。どこからでも切れる。ほんとに。あ、もう真ん中ら辺からいっちゃうかな。よっ。あー、消えた。あー、最高だな。もう麺がすごいガチガチになってる。最後にふりかけもかけて。